どうも、オプショントレーダー兼、ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って、今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。早くも2023年1月が終了しました。でもって、12月えっと、先月のね、12月の下落、61.8%戻しという形で挽回してきました。問題はここからです。アメリカの決算は強弱まちまちで、期待の上振れがあまりない状態で FOMC を迎えます。えちゃん 短期チャートもそろそろアップアップということですので FOMC 前の試合を確認していますえ上昇の踊り場なのかそれとも目先天井なのかぜひ最後までご覧くださいそれでは早速2月1日日経225オプション考察始めていきましょうはいそれでは1月31日の相場外況からです日経平均 27,327 27円。106円安、マイナス0.39%。トピックス、1975.27、マイナス7.13で、マイナス0.36%。マザーズ、775.93、プラス2.17で、プラスの0.28%となっています。え次に、売買代金ですえ。プライムが2兆9,196億円。まあ、月末ですからね。そこそこ。まあ、月末特有の まあ、受給もね、あったんじゃないかなと思います。スタンダード819億円、グロースが1999億円となっています。え次に、えっ、ー、と、ビックスと日経平均 VI ですが、まずビックス20.41、えっ、ー、と、昨日が19.99でしたから、まあ0.5ぐらい上がってきましたかね。えっ、ー、と、 日経平均 VI の方も、まあ今日は100円安ですから0.17上昇して17.14という形になっています。まだまだね、日経 VI は非常に低い状態になっています。はい、またまたセミナーのご紹介です。 私、サンワード貿易さんからね、お声掛けをいただいて、オンラインセミナー、無料のセミナーをさせていただくことになりました。えっと、2月の18日土曜日ですね、お昼の13時開演で、ズームによる配信となっています。 で、ここではですね、まあ YouTube のメンバーシップとか Voysy プレミアムといった、え、有料でご紹介をしているチャート、これ無料セミナーですが、2つ公開をいたします。さらに、もう普段からね、メンバーシッププレミアムに入ってくださってる方にも、まあ、しっかりと、えっと、新しい情報があるように、とある大作戦バージョン2.0に進化して、本セミナーで初公開をしようと思っています。そして当日参加できなくても、これアーカイブ配信があります。 ですので、どなたでもご自宅でね、見ることができます。で、参加者には、えっと、チャート作成。まあ、今回ね、有料級のチャート2つご紹介しますが、トレーディングビューで誰でも作れるようにハンズオン形式で結構詳しく資料を作ってます。こちらも当日参加できなくても、あの、ダウンロードできますからね。なので、とにかく申し込んでいただけると嬉しいです。 ま、何せね、私以外の、まあ、最近め、えっと、セミナーやる方ね、皆さん超有名な方ばっかりなので、はい、えっと、私だけものすごく少なかったらどうしようと思っております。ぜひ皆様、ポチッと参加申し込み、よろしくお願いいたします。え、この動画の概要欄にリンク貼ってあり、おりますので、えっと、ぜひね、チェックしてみてください。<music> はい、それでは今日のチャートのテーマですけど、まずね、日経平均は5日連続27,500円。 超えられません。もう一週間ずっとね、27,500円にタッチしそうになって売られて、下がるけどすぐ買い戻しが入る。まあ、そんな展開になっています。とはいえ、走行してるうちにじりっとね、5MA クロス下方向ですね。5日線が、えっと、これ現物はまだね、下がってないんですけど、横ばいなんですけど、先物がじりっと下向きに変わってきました。そして、アメリカの方ではまだまだ強いんですけれど、ちょっとね、ナスダックが重要なラインを割り込んできているということで、まあ、日米ともに少し アアップアッププ感があるよねとというところを見ておきたいいいと思いますはい、こちら日経平均の冷やしですね。もう、ここのところずっと同じです。チャートの形は特に変わってこないので、あまり言うことがございませんということで、まあ、ここをね、窓埋めが27,488円。まあ、ざっくり27,500円の節目。まあ、なかなかタッチはするんだけれど抜けれない。そして、11月24日からずっと12月、まあ、下げのところの、これ、まあ、一応、上値をね、切り下げる。 トレンドラインのもうだいぶ上限まで来てるんですけれどここが超えられないまま結局ですねもう明日はほぼ2万7500円の水準ですから2万7500円を抜けられないと次第にですねここ切り下がってきますからまあまあねここ早く抜かないと、まあ、なかなかちょっとだんだんねいっぱいいっぱいになってきたな かなと。で、5日線がこれね、横ばいなんですけど、わずかにまだプラスです。で、今日5日線を下抜いてきましたが、5日線ギリギリ、まあもうほぼ横ばいと言ってもいいんですが、えっと、上向きになってます。ですからこれを下向きの 5MA クロスと取るか、えー、まだだと取るかは微妙です。えー、ほとんど横ばいなんでね、もうちょっと上昇の中だったらまだ 5MA クロスになってないと判断できるんですが、もうほとんど横ばいです。本当に細かいところで1円単位で見るとまだ 上向きと若干の上向きということだけなのでまあ一旦私はですねもうここで 5MA クロス下向きの 5MA クロスになったかなとで先物になってくるとこの後出てきますがもうちょっと下に行ってますから。 一旦ね、5MA クロス、下の 5MA クロスが次元した、つまり出現したというふうに見ています。とはいえ、下は 200MA まではまだ行ってないんですね。ちょっと下がると、おしめ買いが入ってくる状況でもある。なので、まあ、いずれにしてもね、明日の夜中 FOMC ですから、ここで大きく上か下にやっぱり動いてくると思いますが、それまで、つまり明日の えっと、大引けまではですね、まだまだこの狭い範囲で動く。まあ今日、ニューヨークが崩れない限りはね、まあこの辺りで、上も下も重いなと、まあそんな形になってると思います。ただ、急激に株価が上がっていくフェーズに入りましたから、株価が動かないのであれば、モメンタムは急激に下がってきます。これまだ上で、まだね、切り上がってるラインなんですが、ここですね、ゼロライン近辺まで下がってくると、見た目ほどの強さはないということですから、上よりも下の 心配をしないといけなくなってきますはい次に先物のの方の新型マック D ですねこちらはもう30日の時ですね29日の、えー、っとごめんなさい27日ですね金曜日のナイトからもう 引転しててているんですがが、まあ、じりっっと下がってきて、まあね、今のところ新型 MacD ヒストグラム伸びてきていますから、まあ、少し下方向に来ていると、まあ、今のところちょっと戻ってきてますけどね22時現在はでも5日線がこれ下向きになって今のところ抜いてますですからこれ、まあ、切り返してです、ね、5日線の上に出れば、えっと、5MA クロスは、えっと、これ打ち消すんですけど今のところね 5MA クロスということで、もう下に抜けてきてますから、こっから少し押し目に向けて、まあ25日戦ぐらいまでのね、下落は考えとかないといけないのかなというフェーズに入ってきてます。まあただ、その下に200日がありますから、まずここで200日が今、先物でいくと、2万7191円、75MA が2万7196円、つまりね、2万7200円あたりを割ってくる展開になると、ちょっと気をつけないといけないと、まあそういう状況になっています。 こちらは連日見ていただいている ATR トレンドからですね。まあ、ここも変わってないんですが、プラス DI、ね、ほとんど株価変わってないんですけど、上昇圧力は弱まってます。やはり、プラス DI が39を超えたのがここ、ここなんですね。ATR トレンドの下落を否定した日、 に39を超えて、まあ、42ぐらいまで行ってたんですけど、まあ、非常に高いところ。で、ここでそろそろいっぱいいっぱいがあるかなと思ったら窓を開けて上昇したんですけど、あ、ごめんなさい。ここの上昇したところが、200日超えたところが、42をつけたところなんですね。プラス DI。ただ、やはり39を超えてくるとですね、ここら辺で一旦の天井になりやすい。 っていうのが今のところ、まあ、これ下がってはいないので、まあ、そんなに適中してるとも言い難いんですが、上がれてないですね。で、実際グラフ、こっちのプラス DI の方はもう垂れてきて、39を下回ってきています。 なので、まあ、一旦もうちょっと掘ってから少し上に、ね、掘ってから少し上にっていう形でもうちょっと下げてからまた39ぐらいまで、なので少し下げてまた上がるということは考えられますが、まあ、少し、ね、上は、ね、こちらからも重くなっている。そしてこの 27000円と、この紫の方ですね、下の方にまた ATR トレンドが出てきました。これを割り込むと、この上昇ですね、11月大発回の安値から、まあ1ヶ月かけてねこう上昇してきたこの上昇トレンドは、紫のラインを割り込むと否定されて終わります。 なので、S q 日っていうのがね、これ2月10日に引くと、大体2万7000円のところでぶつかります。これ S q 日に2万7000円に来るよという話ではないんですが、お絵かきをするとこんな感じになってくるので、まあ、一つね、2万7000円よりも上でいられるかどうかですね。2万7000円よりも上でいないとですね、もう次第にこの上昇トレンドは 崩れるで S q b っていう不、まあ、節命を境にするとですねまあこの辺りうろうろしてもですねこうちょっとね下がってくるようなことがあると S q b 超えて こう、下落の方に向かうと、これ上昇トレンドが一旦崩れるということになってきて、2月相場、やはり厳しくなるかもしれないという、また目線に変わるので、ま、ここからの動き、この下の ATR トレンド、紫の方ですね。ここに対して株価がどの位置でキープできるかっていうのを、これから SQ まで見ていく必要があるかなと思っています。次にアメリカの方、これ S&P500 なんですが、こちらはですね、ずっと2022年の頭からずっとね、上ね、綺麗にワークしていた、 えこれを1月23日に上抜けて、で、一段高になったんですが、まあ、昨日5日線を割り込んできています。まあ、1日下げただけなのと、まあ、さすがにここからね、割と急激に上がってきたので、まあ、一旦は利格っていう流れかなと。で、まあ、ちょっとただ上がりすぎたところに対して、少し警戒感が入った上で FOMC ですから、まあ、今日はね、そんなに下にも上にも動く 数に FOMC 待ちなのかなという気はしますが、ま、少し5日線をこれ 5MA クロスなんですね。下向きに。なのでちょっとここ、昨日の下落幅が少し大きかったので注意が必要かなという状態。同じくナスダックも、こちらは今度 200MA をね、あの、昨日、お、で、ととい、昨日で抜いたんですけど、ま、おとといというか金曜、月曜で抜いたんですけど、ま、火曜日大きく下げて、こちらまだ5日線横ばいからほんのちょっと上向きなんですが、 えっと、ローソク足は下抜いてきています。モメンタムも結構下がってきました。株価はまだ上昇しているように見えてですね、モメンタムはまあ高いところにはいるんですけど、もう298まで、プラスの298まで下げてきてですね、まあもうほとんどね、ゼロライン間際まで来てますから、これ見た目ほど強くない中で200日に押し返されてますから、一旦ここで戻り売りになる形も、まあこのチャートの形はよくあるパターンなんですね。一回25日ぐらいまで押してからもう一回追 強いい場合は抜けていくとつまり目目先の押しでこれが FOMC の結果によってはその形になりやすいのでまあこれね明日まあ今日のニューヨークはまだしも明日のニューヨークなんかでこの辺りがねちょっと、えっと、崩れてくるまあ発表が夜中ですから、えっと、相場が始まった直後はねもうえっと水曜日まだえっと 手堅い状態かなと思いますが、水曜日の夜中、アメリカでいうと5番になって、えっと、大きく動いてくる可能性があると思います。形はね、ちょっと一旦目先、天井をつけてもおかしくない形にはなってるかなと。で、あとは金利ですね。こちら、えさっき見たら21時22分現在で、えっと0.489ですね。これ YCC で10年。 0.5%で、えー、と止めてるところなんですが、また0.489、もうほぼほぼ0.49まで戻ってきているので、まあ0.5まで来ちゃったなというところですね、うん。まあもうちょっとね、3月9日10日に向けて、もう少し時間をかけて0.5に張り付くのかなと思いきや、思いの墓ね、早く、ここからとととととっとね、先週一気に戻してきました。 ということで、まあ、こうなってくると、まあでも0.5ってのはもう今、分かりきった水準ですから、だからどうだというほどではないんですけどね、ただ、やはりちょっと為替にも影響出てくるかもしれないし、これ上がって、 っってていいいくのはやっぱりり日本株にとってあんまりねいい話ではないでもね、ドル円は今のところ底堅いんですね。こちらも21時23分現在ですが、130円の40銭近辺で、まあ、なんとか踏みとどまっていると、ゼロライン近くまで、まあこれ下落してきてるんですけど、ゼロライン付近まで戻しているので、まあね、えっと0.5%まで 金利が戻ったとて別にドル円には大した影響にはなっていないので、まあ、これは日経平均が上値が重い理由には今のところなってなくていいかなという感じですね。であとは今日31日で、えっと、月足が確定していますまあこれずっと見ているアベノミクスラインと呼ばれるずっと下値を切り上げてくるこの白い、えっと、これはサポートラインですね。 と、え、2021年の9月。まあ、就任したのはもうちょっと後ですけど、岸田さんだって決まってから、ええー、って感じで下がってきた。まあ、この高値から、一旦戻した6月ですね。去年の6月。それから、えっと、去年の夏場。 まあ、上がって度数になりましたけどね。あ夏場というか、11月か。11月高値ですね。このあたりね、秋口の10月、11月と戻したところ。このあたりを結んだ、いわゆる岸田ラインと呼ばれるオレンジのライン。まあ、三角持ち合いの突き足になってきていて、まあ、今のところね、じりっと、下値は横ばいなんですけど、上値切り下がってきているという形で、直近で見るとね、もう本当にす、下は水平で上が切り下がってきていると。で、これ2月末にこの線、 聞くとですね岸田ラインはちょうど2万8000円ぐらいそしてアベノミクスラインは2万5750円ぐらいというまあ2250円の今幅になってるで今ね2万7300円400円ぐらいまで来てますから、まあ、あと5600円中てう話になってくるとすれば、ね、2月上昇して2万8000円を抜けることができればようやくですね就任以来この下げトレンドのトレンドラインをい 一旦はブレイクすることができるという形になりますただ一方で SQ 明け2月相場崩れるようなことになると、まあ、下はアベノミクスラインが25,750円とまだ結構下にありますがまたこのあたりですねこれが5ヶ月移動平均線これ5ヶ月移動平均線も今回抜けてきたんですけど、まあ、このあたり、ね、また2月に向けて下がってもおかしくない、まあ、このあたりでうろうろするのかなとで、これ交わるのがですね、ちょうど今年の10月 ですこれもお絵描きだけですけどね、はいえっと、23年の10月に大体ぶつかるんで、でもこの辺ってもう増税の話ですよね、だからまあ、岸田ラインを破るんだったら、早くこのあたりで2万8000円を抜けていかないと、増税の話が出てきたら、また今度ね、アベノミクスを下に抜けるんじゃないのという気もしなくもないので、いかに早いタイミングで、この岸田になってからの下げを一旦否定できるかどうか。 付き、まあ、足で見る分にはね、ちょっとそのあたりをチェックしたいなと思っています。はい。ということで、まとめです。日経平均はね、5日連続でやはり27,500円の壁がなかなか重い、大きいということになっています。で、新型マック D ーの方は昨日、えー、現物でも引転になって、今日は100円安ということで、まあ、ちょっとね、押しめをつける展開になっています。 まあただ一応今日はね、月末ですからね、明日月初で反転してくる可能性も十分あると思います。ただナスダックは一旦 200MA 割れをしてきていて、少し一服感が出ていると。なので今日のナイトでしっかりとこれを否定できるかどうかですね。アメリカの S q 明けね、上昇した場合でもここのところ10、11、12と、そして今回1月もそうなんですけど、 えっと、ずっと、ま、S q 週にちょっと下げて、で、S q 日ないし、S q 明けから上昇するのが、だいたい5営業日から8営業日ぐらいまでです。ですから、明日、明後日あたりからね、えっと、そろそろおしめ。ま、1月20日がアメリカの S q 金曜日です。で、そこから1週間と月かで、今7営業日経ってますからね、そろそろおしめの可能性も あると。今までの直近の動きから考えればね。はい。で、日本の10年金利は早くも0.5%水準まで来てますが、まあ今のところそんな影響はなさそうねと。で、まあそんな困難でね、上値も重いけど下値も一応底堅い。まあそんな中、FOMC がやはりね、注目と。で、2月の1日水曜日の28時です。ですから厳密には木曜の明け方4時なんですが、まあ水曜日の夜中と見た方が覚えやすいですね。はい。なので、水曜日の大引け後。 のポジションですね。まあ、ないと入ってすぐぐらいのポジションに注意しておく必要があるかなと。現物とか、個別銘柄の方は、ちょっとね、2月1日の大引けまでに、まあ、一応ね、ご自身のポジションをしっかりと見ておく必要があると思います。まあ、もしかしたらまたね、少し動いてくるかもしれません。はい、ここからはオプションの手口を見ていきたいと思います。まずは海外税合算ですが、え、コールは、うんと、売り越しですね。そして、プットが、 やや売り越しかなプットの方はあまり、えっと、バランスは変わってませんが、コールの方が、まあ、少し今日ね、100円だけの下げですけれども、まあ、27,500よりも上のコールを売り決済してきた感じになってますね。で全体的なバランスで見ると とまだまだ下はですね、えっと、コール買いのプット売りですから、26,500よりも下は、まあ、ないとは言いませんが、えっと、かなり確率が、可能性が低いようなポジションになっています。一方で、27,000円近辺っていうのは、コール買いとプット買いが、まあ、この辺りちょっと交錯しているんですね。特に27,500で、え、コールとプット。 が今日コールの方は2万7500が258枚売り決済されて少し減ってきましたがまだここねコールもプットも買いがぶつかってますただ枚数的にはコール買いの方が多いし下はしっかりと,、えっと下がらないという形でねガードされてますから、まあ、どちらかというと2万7500よりも上目線なのかなという感じですが、まあ、このあたりで2万7000から2万7500で見るとコール買いとプット買いのバランスそんなに変わりません からちょっとこのあたりで、えー、と上に行くか下に行くか、まあね、両者ぶつかってるんですがえどっちもこれ買い長ですから、まあ、いずれにしてもね27,500にも上に、まあ、少し大きく動くか、えー、と下に大きく動くかでも下は26,500円まで、まあ、そんな形の今バランスになってるかなと思いますはい次にゴールドマンですゴールドマン今日はコールは、まあえー、27,500円を25枚だけ売り決済をしてきた あまりコールは触っていない。一方で、プットも26,500のプットを208枚売り乗せをしてきた感じですね。ただ、ここもちょっとファーのところのプットを売っているだけなので、体勢に変化はあまりないと。で、やはり27,000と27,500円っていうところを軸に、えっと、まあ、27,500にね、958枚の買いがあるので、27,000円と27,500円ぐらいのところから、えっと、上か下か。 で、上の方が、これ、コール、コール売りがあんまりね、ないまま、えっと、こっちで1500枚ぐらいの買いがあるので、まあ、基本27,500よりも上を見ているのかなと。ただ、27,000よりも下もね、プットまあ、あの、えっと、930枚。 ATM 近辺にも130ありますから、まあ、ざっくり1000枚ぐらいの買い、ただ、プット売りもですね800枚ぐらいありますから、まあ、プット買いが一辺倒でもないということなんですね。なので、一旦2 7000円割れになってもいいように手当てはしてますが、当初はどっちかに動いてほしいだったのが、まあ、今のところ2 7500よりも上の方がいいと、まあ、そういうバランスに変わってきてるんじゃないかなと思います。はい、次にアムロですアムロも今日はコール はえっと売り越しですね。え、プットも売り越しですね。コールもプットもうと売ってきた格好になっていますが。 えっと、コールサイドは、うん、とまた少しね2万7750よりも上のコールを、まあ、売り決済、売り乗せしてきているという感じなので、まあ、ざっくり2万7500よりも上のコール売りはかなりまた、まあ、かなりというかね、えっと、しっかりと残っているという形ですただ、うん、と下はですねここが、えっと、プット買いのコール売りであるもののここに強いコール買いがあって下にコール買いとプット売りがあってという形なので、まあ、引き続き 続きですね。2万7000円から2万7250円あたりかなというふうに思っています。2万7500にやっぱり1400枚の一応まだ売りがあって、あの下とのバランスで見ればえっとこのあたりかなという気もしますが、うんと まあこの辺りの、ね、残高の変遷を見てもやはり2万7250から2万7500ぐらいもうちょっと下で見てたのを、まあ、まあこの辺りまで引き上げているでも、まあ、今日みたいにちょっと上値が重くなるとその上をしっかりとコール打ってきているのでやはり、ね、2万7500よりも上はあんまり見ていないんじゃないかなと思っています。 はい、最後先物ですね。今日は日経平均がマイナスの0.39%でトピックスがマイナスの0.36%。そんな中日経平均、えっ、ー、と、ラージプラスミニの先物が3860枚と今日も買い越し。そしてトピックスも 1595枚の買い越しで合算するとね、今日も5455枚買ってきてます。まあ、株価は、えっと、軟調ですね。0.4%ぐらい下げてるんですが、えー、まだね、先物買い越し、買い戻しのフェーズになってます。ということで、ここをまたいつものように、えー、数字を進めるとこんな感じになりました。 はい。えっと、今週ですね、1月30日から31日で、これでも9000枚近く、まだ買い戻しをしています。いよいよですね、あと2000枚になりました。これは昨日もお話をしましたが、これがゼロになったらどうなんだっていう話でもないので、あくまでも目安としてね、12月、えっと、下げを、あの、加速してきた、海外勢が一気に先物を売って、 大きく、まあ、下落、ね、一段下げになってきたのが12月の16日からだったんですが、えこの期間、1月の、まあ、えっと、 第2週目ほとんど動きないので結局ね第8回の週456まででだい6万4000枚6万5000枚近く売ってきたものがえっと今日現在で6万2800枚まで買い戻されましたですからもうあとわずか2000枚でえっと全体の97%まで買い戻しが完了しましたですからまあ12月16日からの下げ分という単純計算でいくともう先物の,のショートカバー終わってるということですねですからまあ問題はここから上がと 買っていくのはショーートカバー以上に買う理由ですねしっかりと、まあ、買われる理由で上昇していかないといけないので、まあ、少しやっぱり上値が重いだから2 7500円でもみ合ってるんじゃないかなという気がします。 なのでまあこのあたりね、まあこれ、今度は買い越しが7万枚、8万枚とね、まだまだ買いが止まらずに進むのか、一旦この算数通りそろそろ買いが止まるのか、まあこのあたりね、明日以降の先ものも直近は注目ポイントだと思っています。 はいいかがだったでしょうか明日から2月1日ですが投資天気予報の方は曇り時々雨もしくは曇り後雨という感じにしております、まあ、今日もしかしたらね、ナイトセッションで 今0.5%ぐらい前日比下げてる部分を取り返さなければこのまま日経平均もこの水準だとですね明日下落の 5MA クロスが発生してですねまあ早い逆張りのサインでいくと打診の売りとまあそういうフェーズに変わってきますですから少し傘マークにしていますはいということで今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンをそして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察しております それではまた次回の動画でお会いしましょうまたね